13日からいよいよリスボンサバイバルが始まるけど、いやー、うちのマドリーがいないのはまあ悲しいですけど、アタランタパリから始まるじゃん。はいはい、知るべきこと。アタランタパリ、アタランタに期待したいけど正直パリだと思うんだよね。いやー、正直きついと思います。だってエンバペ間に合うんでしょ、どうも。あ、そうなんですか、そこの話は。間に合うって話なんだよね。で、アタランタの逆にギリシッチが間に合わないっていう話だから。あ、はいはいはい。できれば万全同士でぶつかってほしかったけど。まあ、なかなか。攻撃力の殴り合いで。はいはい。なんか、6対3とかのゲームになりそうじゃない、ぶん殴り合ったら、これ。本当のカードで。そうですか、僕、ちょっとアタランタには厳しいですけど、パリのサイドゲームになるんじゃないかなとは普通に思ってますね。うん、まあ、パリ、チアゴシューバ最後だしね、チアゴシューバにビッグイヤーをってなってるから、パリも。あとやっぱ、ナバスもいるんで、やっぱちょっとそこはひいきしてみちゃいますね。あ、ナバス好きなんで。マドリディスタに愛されてるからね、ナバスは。パリのゲーム、ただやっぱ、ここはパリが硬いかなっていう感じはしますよね。うん、再開後のパリのゲームを見てないから何とも言えないけど、でも、サンテティエンとのゲームは PK 戦まで行ったもんね、あのカップ戦は。ああ、はは。だし、マドリディスタユーカリといえばサラビアもいるしね。そうなんですよ。実は。サラビア、実はカンテラーノだしね。セビージャのイメージが強いですけどね。うん、パリだよね。ここは多分。ぶっちゃけパリかなっていう。アタランタ来てほしいけどな。パリがまたベスト8で負けたってなる方が俺は面白い。いや、面白いです。パリファンの人はごめんなさいだけど、パリ嫌いだから俺。あのネイマールを取られたどうこうじゃないで、単純にパリサンジェルマン面白くねえなと思って見てるから。パリサンジェルマンが好きじゃないから、はいはい、なんとなく言いたいことは、うん、やっぱね、アタランタ勝ってほしいけど、パリだよな、現実的に。うん、まあ、あとパリにマドリーゆかりがあるって言ったら、ディマリアもいますしね。あ、そうだね、ディマリアもいるね。あと、忘れてしまうけど、あのヘセもいるんで。あ、ヘセまだパリいるんだ。ヘセは確かシーズン途中になんか JM さん、はい、JM シーズン途中に帰ってきました。副業サッカー選手のラッパーでしょ。そうですよ、副業サッカー選手。まあでも、うん、絶対的にビッグゲームに対する経験値が違いすぎて、多分、はいはい、多分パリが硬いと思う、このゲーム。まあさすがにですね、うん。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Facebook、インスタもやってますので、フォローよろしくお願いします。 LINE アットでも友達絶賛募集中です。コメントもガンガンしてね。